問いただきます。今日はですね、話題としては、先ほどご紹介になりましたように、いろんなオミックスデータが個人情報に当たるんじゃないかという懸念がやっぱりいろんなところで生じてきているので、実際、じゃあ、今般改正になりました個人情報保護法についてはどういう状況かということを、私、先ほど紹介ありましたように、NBDC の人データベースっていうのを立ち上げるからやってますので、それの経験をちょっと踏まえてお話をさせていただきたいと思います。まず私は一応2つの組織に所属してるんですけれども、NBDC の人データベースの NBDC とこの JST の7階にあるセンターでして、いろんなデータ共有とかですね、さまざまな生命科学に関するデータの共有をやってるんですけれども、NBDC の人データベースについてまずちょっと初めにご紹介して、それから個人情報保護法改正に関連してどういう状況かということ、それから、じゃあそれを受けて人 DB の方ではどういう対応したかということと、最後にちょっと簡単なんですけど、じゃあオミックスはすべて個人情報かというところをちょっと簡単に述べたいと思います。で、NBDC のポータルサイト、こんな感じになってまして、いろんなサービスとか、いろんなデータベース、ここから見えますよということでご紹介してるんです。で、今、ちょっと一番後ろの机のところに、パンフレットとか、今からご紹介する人データベースについてのチラシとか入ったものをちょっと置かせていただいたカラフルなものを置いてますんで、もし、ご参考になるようでしたら、後から取っていっていただければと思います。いろんなサービスがあるので、ここでは全部紹介しません。また何かの機会があれば、ご紹介できたらと思います。で、NBDC の人データベースなんですけど、簡単的に言えばですね、アクセス制限が必要な人に関するデータを収集公開する仕組みです。で、サイトとしてはこんな感じになってまして、ここの下にちょっと画面切れてますけど、ざーっと今のところ、一番最初のこのトップ画面に出してもいいくらいの数で、いいだろうということで、50件ぐらいですかね、今利用できるデータ、皆さんから見ていただいて、ここからも制限公開のものに、アクセス制限が必要なものについては、ちゃんとしたなんか手続きがもちろん必要なんですけれども、ここから見ていただくことができるようになっている、そういったデータベースです。で、背景としては、その公開に制限が必要な、特に NGS のデータですね、ゲノム関係とかの配列のデータですね、欧米にはもともとそういったものを受け付けるバンクがあったんですけれども、日本にはちょっと制限公開のデータを受け皿がなかったんですね。なので、そういうのをちゃんと登録できる場所を、欧米に習ってこちらでも作りましょうということが一つあったのと、各種プロジェクトで、成果の受け皿として、やっぱりこういう制限が必要なものがいろいろ出てくるという状況にだんだんなってきましたので、それをやる受け皿として立ち上げたということです。で、基本方針としては、NGS、 今でも NGS 関係のデータがほとんどなんですけれども、人に関するあらゆるデータが対象で、シンプルな形で中に置いとくっていう、アーカイブ的な感じで置いとくものなので、あまりフォーマットとかこだわらなくて大丈夫ということです。ただし、匿名化された情報のみ私たちのところに置きます。もし万が一この後からでフォローアップとか必要な、もう本当に共同研究が必要なレベルになったら、やはりどの先生が出したデータかとか、そういうメタ情報全部つけてあるんで、直接コンタクトしていただいて、やっぱりこうがっちり共同研究契約を結んでいただく必要があるかと思うので、私たちのところはそういったある目次情報的な使い方をしていただければいいかなというふうに思っています。で、ポイントはですね、あとデータ提供、そこのデータベースに格納するときのデータ提供と、それから利用に関する審査は NBDC が実施するというところがポイントです。で、これ一つ一つ共同研究を結ぶんだったら、その一つ一つ交渉すればいいわけで、それを皆さん従来やってきたことだと思うんですけれども、そうじゃなくて、データを提供する側にも、利用する側にもなるべく簡単に、データを使えるようにしようというポイントがありまして、それでデータ提供とか利用に関するいろんなルールを明確にして、それを適用した審査を NBDC の方で実施すると。実際は外部の審査委員の人たちが入って審査をしていただくんですけれども、NBDC が事務局としてはそういうことを回しているというような、そういったものになります。 NBDC の人データベースの中には、中にはオープンな感じで使える非制限公開データもありますが、あと制限公開データ、それから公開を待っているデータなんかがあります。で、非制限公開データに関しては、例えば集団の統計値とかですね、あるいは特定の個人由来ではない資料の解析結果、NGS でもですね、例えばもう市販ですごく広く流通しているようなサンプルとかでは、の結果とかはこういうところに置いてもいいだろうということで、オープンな感じで使えるようになっています。
で、こちらが、制限公開が必要なもので、こちらは、やっぱり個人レベルのデータですね。そういったものについてはここに置くということで、制限公開データとしての取り扱いをしています。で、中ではですね、提供者がいて、利用者がいてっていう、こういうなんかデータの流れみたいなのがあるんですけれども、ポイントはですね、やっぱりポイントは、NVDC の人データ共有ガイドラインというのと、あと人データ取扱セキュリティガイドラインというのがありますけど、これを私たちの中で作りまして、それに従ってまた別の審査委員会というところで、別のところで審査をしていただいて、ある意味その審査のやり方についてオープンにやっているというところが一つポイントです。で、その中で一番重要になってくるのが、実はそのインフォームドコンセント、やっぱり重要ですね。資料を提供してくださった方にどういうデータをシェアしていいですかということを、ある程度ちゃんと、了解が得られているという確信が持てないものは、ここに載せていくわけにいかないので、このやっぱりインフォームドコンセントについての確認というのが一番重要なポイントになってきています。で、ここが人データ共有ガイドラインと、あと人データ取扱いセキュリティガイドラインなんですけれども、これを作るにあたりましては、海外においてその同等のデータベース NIH の DB-GAP というものですけど、あとウェルカムトラスト EBI の方ではウェルカムトラスト財団が出しているルールがありますが、こういったものがありましたので、これを一応参照します。参照しますっていうのは、この NVDC 人データベースも一応、シェアして大丈夫なものは海外の人たちにもシェアするというスタンスでやってますので、この辺ってちゃんと揃っていることが必要だということで、ルール的にも同じようなものを目指していました。それから、あとは国内で準拠すべき指針ということで、3種ゲノム指針ですね、それから疫学指針、臨床指針、今ではちょっと人を対象とした医学系倫理指針というふうに統合されましたけれども、このあたりの準拠すべき指針についても、配慮して、で、結局それの上位法としてあるのは個人情報保護法ということなので、これを参照してガイドラインを決めていったという経緯です。で、始めた当初、これ2015年に始めた人データベースなんですけれども、その当初はですね、もうご存知のように、今そのゲノムが個人情報に当たるということになってるってことはなってるってことなんですけれども、その当時はそういうふうになってなくて、で、一つ、このゲノ、いわゆるゲノム指針の中でもですね、例えば個人情報だけど連結不可能、匿名した情報は個人情報に該当しないみたいな、こういうような言い方もあったりして、なので、匿名化されていれば基本的には個人情報として扱わなくてもいいよということではありました。で、こういうルールを準拠して作ってるんですけれども、ただちょっとですね、ここでちょっと確認しておきたいのが、実はこの疫学指針、臨床指針、ゲノム指針というのは、一番初めに個人情報保護法っていうのが施行された時より前にみんなこのルールが始まってるんですね。で、実はこの時に、かなりの、量の改正が入りまして、これらの指針もそのゲノ、あの個人情報保護法に適用するような形で書かれているんですけれども、それから大体5年ごととかのその改正を経て、今般この、大きな個人情報保護法の改正があったので、ここで、これらの指針も改正されるというような状況になっています。で、個人情報保護法については、あんまりお詳しい方がいるかどうか分かりませんが、かなりぐちゃぐちゃな状態になってまして、個人情報の保護に関する法律というのはこう上にあるんですけれども、実はいろいろな、まずかん、えーと、あの監督するところがいろん全部の省庁にこうか分かれているとかですね、あとはこちらもその国の行政機構とか、その独立行政法人とか、もういろいろなこうルールが乱れ中で混在している状況です。で、法律もありますし、それの下にある規制とかいろんなガイドラインとかも含めますと、これこういうなんか2000個問題とか2000個もルールがあるっていうような状態にぐちゃぐちゃになっていたっていうのが前の状態です。で、個人情報改正しなきゃいけないっていうのは、ぐちゃぐちゃな状態を改正するっていうのも一つ目的ではあったのかもしれませんが、もう一つは大きな外圧みたいな、外圧っていうか、いろんな環境の変化がありまして、一つは、例えばご存知だと思うんですが、スイカのデータをなんか勝手に業者さんに渡して使う、ビッグデータ解析みたいにしちゃったみたいな話が一度ありまして、それからみんなオプトアウトするとかっていう話になって大騒ぎになりましたけど、ああいう形で、こういうデータって本当に使っていいのかどうかっていうようなこととか非常にグレーになってきたということがあります。
そういうのが非常に大量に溜まってるんだけど、これ有効活用できないかなっていうような思いが、まあ、片方であるんだけれども、それは個人情報だから守ってほしいというようないろんなせめぎ合いがあって、じゃあちゃんとルール化してすればいいじゃんっていうことがあったので、ここで一つそういうニーズがありました。あとはですね、あのグローバル化ですね。一つは、EU の個人データ保護のための法律というのが2016年4月に可決されているんですけれども、この時に日本の個人情報保護の状態って、EU のこれとあの同等でないというふうに言われてしまいました。でそれとデータのやり取りができなくなるというのが非常に大きな問題になったので、まあ、こういうニーズがあって、個人情報保護を改正するということになったわけです。あと一つはあのこれもまあ大きな問題ですけど、企業からこの顧客情報が流出してしまって、それをまた名簿業者による転売問題とかいろいろありまして、こういうところはなんか罰則が基本的にもともとなかったんですね。そういったニーズもありました。で個人情報保護法に関しては、こんな感じで、2015年の9月に、ちょっと一つ大きなこういう、まあどちらかというと民間の方をですねカバーするような個人情報保護法ができまして、あとはまあこちらの、独立行政法人とかの方にもあのかかるものができまして、それから、法律だけじゃ、世の中動いていかないので、それに関する政令とか規則とか、個人情報保護委員会というのが後で出てきますけれども、そのガイドラインが、今これパブコムがこの秋のことで、ね、終了してその後に出たということです。で、あとは、医学系の指針、さっきの、ゲノム指針とそれから人に関する倫理指針ですね、あのあたりのパブコムも終了して、その後また合同会議なんかが開かれたりして、ガイドラインの、指針の、改定に向けて動いているところです。で改正の概要としては、個人情報保護委員会というのが新たにできました。それで、各省とかにこうバラバラになっていたところを、ここが全部個人情報保護に関するさまざまなことをやるような場所ですよということで位置づけられて、一つこれが置かれたというのが大きいです。から個人情報の定義の明確化で、これがまたあのゲノムにつながっていくわけなんですけども、こういうことがありました。他にちょっとまあいくつかありますけど、これは割愛します。で、ちょっと繰り返しになりますけど、まあ、個人情報保護委員会というのが設置されまして、それ前まではこの主務大臣制といって、各省でいろんな、分野ごとにあの管轄するっていうようなことになってたのが、全部こういうふうに、個人情報保護委員会に一括になったということです。でも基本、本当あの基本的にはこの個人情報保護委員会というのはこちらの行政側の方ですね。例えばここも、国立憲法ですけれども、そういうところのが守るべき個人情報保護法については一応こっちは直接は関与しないということにはなっています。で、個人情報保護委員会の方になりまして、実はこのこれは、マイナンバー法の方にも一応関与していますので、まあ、マイナンバー法のための個人情報保護委員会ということと、それからこっちの個人情報保護法の関係の個人情報保護の、役割をするというところが2つあります。で個人情報なんですけれども、個人情報の定義が改正前、改正後で大きく変わったところは、この青くなっているところです。もともとの文がもうほとんどそのまま一応生きてるんですけれども、ここのところに括弧書きも含めて、なんかいろいろな、こういったものっていうのが若干具体的に書かれるようになりました。でここの第2項のところに、個人識別符号が含まれるものってなりまして、じゃあこの個人識別符号って何っていうことになったわけです。で、こういったあの法律に関する個人情報保護法に関する法律とか、まあ、いろんなルールとかですね、そういったところ全部この個人情報保護委員会ってところのホームページに書かれてあるので、もしあの参考になされたい方はこれをご覧になるといいかと思うんですけど、例えばこう規則、これ個人情報の保護に関する法律施行規則って、これがないとまた法律が動かないということを、まあ、これを見てもまだわからないので、このガイドラインですね、これは個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン、通則編、なんとか編、なんとか編っていって、いろんなあの、カテゴリーで、いろんなガイドラインがこと細かに出ています。でもこれは個人情報保護委員会が出すものなので、ある意味、ジェネラルに全分野をカバーするような内容が書かれていて、まあ、それとはまた違ったあの観点で、研究に関しては先ほどの指針、ああいったものが、今度これに従う、このこういったルールに従って、あの変えた形で、あの適合させる形で、あのまた従わなきゃいけないということになっていきます。
で、個人情報保護法の改正と、それから先ほど言ったその政令とかそのルールのところですね、そういうところで初めてこの DNA という言葉が出てきました。なので、ここで DNA というのは、個人情報になるんだよということが分かったわけなんです。で、もう一つ新しい名前としてですね、要配慮個人情報というのが出ました。で、これは何を、じゃあ中何を含むのかっていうと、先ほど病歴とかですね、が含まれるというふうに初めに簡単に書かれていたんですが、実はその中をもっと細かく、決めた内容を見ていくと、例えば健康診断、その他の検査の結果、こういうところまで実は、病歴をちょっとこう広く考えたってことなんだと思うんですけれども、そういうものも要配慮個人情報だよということで、ちゃんと扱いなさいということが決められている、そういったものになります。じゃあ、さっきの、この2つ前の、個人識別符号の中に DNA があるんだけど、じゃあ DNA ってどのぐらいの DNA ですかっていうのがまた問題になりまして、で、またこの思考記録第2章でこういうことが決められているんだけれども、今度じゃあガイドラインですね、今度個人情報保護委員会のガイドラインの中では、こういった書きぶりで、今示されています。もちろん全核ゲノムシークエンスデータとか全エクソムシークエンスデータ、このあたりが個人情報になるだと大体わかるんですけれども、じゃあそれどんどん狭めていったりするとどのぐらいになるのかというと、例えば、全ゲノム1、1塩基多系のデータで、互いに独立な40箇所以上のスニップから構成させるシーケンスデータですね。9剤以上の4塩基単位の繰り返し配列、ショットアンドリピートですね、があると、で、それがだから本人を認証することができるようにしたものということで、これらのものが、DNA とはこういうことだよというふうに示されたということになります。なので、皆さんが他の研究者の人が再利用できるようなデータを入れている、私どものデータベースに入っているデータは、すべてこの個人情報に一応該当するだろうという理解で、今のところ私たちはいろんな対策をしようというふうにしているわけです。で、事業分野ごとにいろんなガイドラインがあるんですけれども、先ほどお見せしたように、このもう研究ですね、医療の分野としては医療の中の研究というところに、ゲノム3種、いわゆるゲノム指針というもの、それから遺伝子治療というのはちょっと遺伝子治療でちょっと特殊な研究ともちょっと違う分野なんですけど、そこに関する指針もありますし、それから医学系の人を対象する医学系の倫理指針で、これは、統合指針ですけども、これが入ってくるということです。で、一方でですね、個人情報保護法そのものが研究分野には適用除外になるというような書きぶりが中にあります。個人情報保護法の適用を除外される事業者の中で、報道とか著述とかいろいろあるんですけど、その中に一つ、大学そのような学術研究を目的とする機関、もしくは団体、またはそれに属するものということで、学術研究のように寄与する目的であれば、個人情報保護法は一応外していいよということが言われていて、ただ、それらの、学術研究の中でも、この医学系の指針、ゲノム指針ですね、こういうものが、一応ルールとして、一応これを守りましょうと、個人情報の扱いはしなくていいんだけれども、一応ルールとして守りましょうということがあるので、やはり個人情報で準じた形でやっぱ扱わなきゃいけないということが現実にはあります。で、あと私どものデータベースなんかですと、やはりもちろんアカデミアの先生方からのリクエストとか非常に多いですけれども、それ以外に民間の方でも使っていいよというデータはたくさんありますので、じゃあその民間の人に出すときには、それは学術研究と言えるのかとか、そういったような問題がありまして、私たちはデータベースを運用するにあたっては、割と広めにいろいろ考えるようなことを一応考えて、この個人情報についても配慮していかなきゃいけないなというふうに思っているところです。で、ヒトゲノム遺伝子解析研究に関する倫理指針の見直しが今まさに行われていて、今日もですね、実は東京の病院のところで、そういう指針の見直し公布になりますよという説明会が、厚労働省がやる説明会がありまして、行ってきました。で、席上質問がありまして、まだこれ実はその出てないんですね、倫理指針で。5月末までに、5月末に今の個人情報保護法がもう施行されるということが決まっていて、それと同時にこの倫理指針に対する対応も全部やってくれなきゃ困るよということを言われているにもかかわらず、まだ今パブコメなどを経て改訂作業中という状況、それから
その指針だけ見てもやっぱりまだ分からなくて、さらにそれのガイダンスっていうのが出るってことになってるんですけど、それも作成中で、本当にあの現場の先生方は皆さん5月までに本当にできるか不安ですと口々におっしゃっていたというのが、今、個人情報関連で、ゲノム周りで起きているという状況です。それで、まあ、あのこちらの先生方はあの皆さんそのゲノムだけじゃなくていろんなオミックスをやられているというふうに思うんですけれども、じゃあ、もう最後のまとめ的になりますが、今回の個人情報保護法で、まあ、オミックスデータとして個人情報だというふうに規定されたのは、まあ、はっきり言えばゲノムレベルの DNA だけです。その他のことについては書いてないです。で、基本的には法律の対象となっていないものは個人情報としての取り扱いをする必要はないと思います。で、それはあのよくその科学的に個人を同定するのが可能だということとあの混同されがちなんですけども、でもそれとは全く別の議論で、これを個人情報かどうかという取り扱いのことに関して言えば別にあの、個人情報ではないというふうに言って、それは構わないということなんですね。ただし今あの条文のところで、まあ、DNA については非常にあの密な議論が指針関連の先生方の間でなされていて、まあ、ああいう DNA の定義もできてきたわけなんですけれども、なんか条文の解釈でそれぞれのオミックスに該当するかしないかの検討はちょっと必要なのかもしれません。ということで、先ほどのちょっと、個人識別符号というところに一回スライド戻してみますと、まあ、ここにですね DNA ですよね、まあ、これはだから、また細かい定義がされていた、あと顔、交際、声紋、歩行の対応、テレビの静脈、指紋、掌紋、これって何を想定しているかというと、実はそのいろんなあの認証ですね、あの銀行とか 入退室の認証とかありますよね、ああいうので、まあ、データを取ると、で取った後それをまあ中ではデジタル化して持っているわけで、そういうものが個人識別符号になるんだよということを言ってるんですね。なので、今日もやっぱりその席上で質問があったんですけれども、なんか、声の、研究をされてる先生が、なんかその声の、そのグラフですか、そういうのを取ったときに、それは個人情報になりますかと質問されてました。で、それはなりませんと明確に答えられていたので、なんかやはりちゃんと、自分が持ってるデータとかが個人情報になるのかどうかっていうのはやっぱりちょっと一回検討して、そうじゃないという確信を持って、まあ、ある意味自由に扱えるとか、そういうことをちゃんと一回やらないといけないんじゃないかなというふうには思います。で、まあ、一方でその各オミクスのデータの取り扱いっていうのが、まあ、その個人情報じゃないにしてもですね、やはりその機微な情報につながる可能性もあるということなので、まあ、そのオミクスのデータの取り扱いについてはそのデータの特性をよく知っているやっぱ研究者とかが主導で、まあ、データを共有する場合に必要なガイドラインを作った方がいいんじゃないかなと思います。で、すでに例えばマスバンクとかは結構オープンな形でもう誰でも見えるような形で使われていると思うので、そこはあんまりなんかそういうあれの事項ないのかもしれないんですけれども、もしかしてやはり公開をある程度限った制限しなきゃいけないというような状況、先の私たちがやっている人データベースみたいにですね、なってきた場合には、なんかそのじゃあどういうものはそうするのかとか、あとはじゃあそのじゃあ制限するんだったら、じゃあその制限する条件とかですね、どういう人には見せていいのかとか条件とかですね、そういったものを決める必要があって、それがやっぱまあ、ガイドラインなんですね。で、このガイドラインを皆さんに公開してみんなに見てもらうというのが必要だと思うんですけれども、それを作るにあたってやはり国際的な協調が必要、今もデータのやり取り国際的ですからね、それをちゃんと国際的な協調をしながら作る必要があるんじゃないかなと思います。だからあと、まあ、データとして、まあ、健康診断の情報が入ってしまうということはですね、なんかそのバイタルなデータを取ったらそれは要配慮個人情報になる可能性非常に高いです。なので、まあ、そういうデータが一緒になる場合ということを対応できるように考えておく必要は絶対ありますね。それからあと結局のところですね、まあ、インフォームドコンセントがすごい重要なんです。データをシェアする場合にはですね、インフォームドコンセントであなたのデータこういうこれこういう形でシェアしますということをやっぱり了解いただくということが原則で、なかなか今もうすでに取れちゃってるデータとかそれない場合があって、そういうの私たちも非常に困ることあるんですけれども、まあ、それは今私たちのレベルでは、まあ、倫理審査でもう一回かけてもらうとかですね、そういったことでクリアしてますが、基本はやはりちゃんと検体を提供してくれる人に対して説明して理解をいただくところが重要で、その時にできるだけこう広い範囲で公開できるような提供同意を取るのがベターで、また海外への提供と今回 の個人情報保護法 の改定で非常にポイントなのが、海外へ提供するんだったらそれもちゃんと言えと
インフォームドコンセントでちゃんと言っておけというようなことが結構明確に言われたので、それはちゃんと店頭に置くべきだと思います。で、同じような条件でデータを共有するっていうときは、やはり同じような条件でそのハンドリングがその後できるようにすべきなので、ということであれば、インフォームドコンセントについては、ひな型などを作成して、私たちみたいなこうデータベースみたいな事務局があればですね、そういうところがひな型などを提供して、データベースに入れていただくものについては、ある程度、統一された形の、統一された条件のものが入ってくるというように、していくのが必要じゃないかというふうに思います。で、私たちの頃こういった経験あるので、もしですね、なんかこう新たなそういうなんか制限が必要なバンクみたいなものを作る、でこういうようなガイドラインを作らなきゃいけないというようなニーズが出た時には、ぜひご相談いただければと思います。ご清聴ありがとうございました。